第2クォーターでは10点に届く活躍を見せました。オカーがベンチに下がります。ネッツとしては点差再び10点差に広げられてきました。第3クォーター、外からのシュート、これもリング。デロン・ウィリアムス、注目に挙げていただいたガードのデロン・ウィリアムスからブルックス、リバウンド取ったが、その後は決めきれませんでした。果敢にまた飛び込んでいましたね。この点差にしてくれたブルックスが、ね、出てきてくれたので、また何かちょっといい起爆剤になって試合を盛り上げてくれればいいですけどね。他の選手よりやっぱり気合というか、この気持ち入ってますよね。まあ、やはりルーキーなんで、まあ、怖いも知らずというか、まあ、絶対結果残してやるぞっていう気持ちもあると思うので、外が空いていました。ここは綺麗にハンフリーズが決めました。